1992年大韓民国大統領選挙は、大韓民国の第14代大統領を選出するために1992年12月18日に行われた選挙である。なお、韓国では、選挙回数を第回ではなく、大代と数えるのが一般的である。この大統領選挙は、政治体制の民主化が争点となった前回とは違い、 賃貸する韓国経済をどう立て直すのかが問われる選挙となった。事実上、金四サムと金大中、帝州営の三人による争いとなった選挙は、金四サムが金大中を大差で制して当選し、北世紀、全都間、露大具と3代にわたって続いてきた軍人政権に終止符を打ち、文民政権が発足した。 11月25日に立候補登録が締め切られた時点で以下の8人が立候補登録をした。民事党の金四サム候補が民主党の金大中候補に200万票弱、8.2%の差をつけて当選した。金四サム候補は遊勢の初めから安定化混乱化をスローガンに掲げて安定を求める保守中産層を狙った戦術を採用し、 変化を求める勢力へは、韓国病の地位新しい韓国の建設をキャッチフレーズに支持を広げる、両面作戦を繰り広げ、幅広い支持を取り付けることに成功したことが当選に結びついた。一方、近代中候補は野党勢力が伝統的に強いとされ、近ンサムに10%以上の確実な差をつけることができる、見込んだ。 ソウル特別市で2から3%程度のリードに止まったことと、選挙戦終盤に入って、継承同地域で高まった、地域感情の高まりで、同地域における得票が予想より、はるかに少ない結果になったことが重なって敗北した。鄭州英候補は、自身が率いる現代グループの巨大な組織力と資金力により、序盤で前線したものの、 両金候補と異なって、地域的な固定票が存在しなかった点と、選挙戦最中に、近県選挙との批判を受けたことで、序盤の勢いを維持することができなかった。出典、アジア経済研究所編、アジア同行年報1993年版32ページ、第14代国会議員、大統領選挙関連日誌をもとに作成した。ただし、1979年10月に、 僕世紀が暗殺された後に大統領に就任した再経過は文民であるが在任期間は1年に満たないのでここでは省いた。韓国中央選挙管理委員会の歴代選挙情報システムから引用。ありがとうございます。